あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。結局来ちゃうと。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。ええ、降ってくんのかプレート。どんどん進もう。チャプターが変わったな。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。あ、そっか。ウォールマーケットはまだこの時点では特に目的がないんだ。近道を使う。ここもここですぐ崩落しそうだけど。というかもう崩落してる。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。愉快な BGM になった。崩落している道路、トンネルか。うおお、出た。また竜の落とし子みたいなやつだ。かかってこい。エアリスにしよう。はいはい。やっ、あんまり通常攻撃こいつに効いてないんだよな。魔法使おう。あららら、
強力な魔法はちょっと発動に時間がかかるっていう欠点があるのか、だから選択できるのかな。BGM がめっちゃいい。なんだあれ。どうしてもやる？あ、羽とかでか。どう？あ、エアリス。羽とかで何効くんだったっけ？サンダー使ってみよう。あ、ちょっと効いたかな？よし。丸いな。オッケー。進むぞ。あれはロボットアーム。かわいいよね。かわいいかな。アイテム。え、まだ潜りメダル手に入るんだ。ああ、あったな、こういう崩落現場。嘘、はしご引き上げられてる。これを動かせとね。この子使えないかな。エアリスを乗せる。クラウド。はいはいはい。じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん、上に行ってはしご下ろすね。乗れる？で、ゆっくりゆっくり。おおおおお、もうちょっと上げて旋回して、はい、いけそう。待っててね。はしご下ろすね。お待たせしました。あ、勝手に戻ってくる。やったね。ああ、よし、この調子で頑張ろう。クラウドテンション低く。待て。落としちゃった。マコロでよく見たやつ。こっちだ。こいつにはサンダーがめっちゃ効く。もう一丁。やたらと効く。もう一丁いっちゃおう。あ、もう使えない。どう？かなり角に押してる。クラウド。あ、クラウド。クラウド。クラウド潰されてた。いけそうかな。俺が出る。あれ？よし。ここも通れたはずなのに。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。通れないんだ。自身を回復。こっち通れる。宝箱。
ハイポーション。もう手に入るポーション全部メガでいいんだけど。暗いな。あ、反対側来た。うわ、こいつ、この攻撃がめちゃくちゃ厄介だな。こうなってしまうともう魔法を使った方がいいよな。攻撃当てるたびダメージ受けちゃう。エアリス操作にしよう。あんまり効いてないんだよねこれ。一旦かわすか。そこから狙える。オッケー、当たれ。よし、アイテムがありそう。あ、シンラボックスがある。いいよ。宝箱。ギルだ。今ギルは1万5000ギル。結構持ってんの。このロボットは死んでるロボットね。通り抜けできるな。上はアイテムかな。あ、上も通れる。あー、なるほど。アームであのコンテナつかめない？エアリスを乗せる。掴んでエアリスを乗せる。すごい、クラウド、もしかしてアーム担当だった？かな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。釣れないなクラウド。私下に行くね。これはどうしよう。どこに置こう。あ、ここに置けばよくない。クラウド、いいよ。あ、いた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 。あれ、コンテナ移動できる箇所がいくつかあるな。今ちょうどエアリスが乗ったところにあったよね。まあいっか、とりあえずここに置いとけば。はしごを下ろしてもらおう。じゃあこれエアリスに取ってもらう。よっ、うん、ちょっと待ってて。おしゃ、やったね。はい、ストップ。
よし。今のマテリアは？封じる。行動制限魔法？これ多分ボスには効かないやつだと思うけど、つけとくか。バーサクはむしろクラウドとかにかけるととっても強くなったりしないかな。こっちは何でもない。なんだこれは。お？クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。ん？下れる。あ、待って、上はもう何もなかった？ああ、崩落し放題だ。あ、またなんかディスクが売ってた。あ、コスモキャニオン。あとは、あとは普通だね。毒蘇生も別にあっていいんだよな。買っちゃうか。休憩と。で、大体最初に死ぬのクラウドだから、どうしようかな。 ATB ブースト、これはまだ全然育ててないからつけておきたいし、これもあんまり育ってないな。外したくねえ。何も外したくない。そういう時は、マテリアボックスがたくさんあるものをつけちゃおう。とダメージ耐性が低くなるけど。で、毒。それからエアリスは、これ一回も使ってないから外しちゃおう。蘇生。エアリスが一番蘇生してくれるように見えるからエアリスに持たせよう。あ、ネズミがいる。この水は多分死んでる水だ。あれ？こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。一人背を荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償
変装ってなんだ。バーカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ、のえ、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。あー、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、そのあれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。もうめちゃくちゃ。あらら、なんか世紀末の世界からやってきた人たちかな。あ、弱そう。あ、弱くない。クラウド、クラウドはまだまひってる。これだ。任せるね。起きた。ああ、へたれ。はい、離れてて行けそうかな。よし。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。あ、釘バットじゃん。クラウド戦ってない。これってほっほっ、ダメか。お、あ。押せる。どういう体勢。ほっとくか。